自分よりもすごいできる人ばかりでですね、人生で初めてコンプレックスとか劣等感を感じているような状況。若い女性ですね。平先生こんばんは。平先生、奥さんのどこ好きになって付き合い結婚なさったのですか、教えてください。そうですね、私は久しぶりにね、うちの奥さんと付き合った時にときめきました。28歳、9歳の時だったかな。なんか、あ、なんか、キュンキュンする。これは人のことを大好きだっていう時の、はぁ、っていうあの感じがある。まあ、それが心地よかったのかなと思いますね。で、なんか、ちょうど私がですね、まあ、こういう心のことを学び始めた時だったんですよね。はい。そんな感じでいい？本当に居心地が良いのが一番だと思いますね。で、うちの奥さんは、猫と順次を放し飼いにしてくれてるでしょ？今もこれ皆さん、放し飼いの順次だからですね、いるんです。ここに鎖ついてませんからね。ここに奥さんいて、はい、順次とかお手とか言いませんからね。はい。続きまして、これもね、ちょっと最近多いからまとめて取り上げようと思ったんですけど、ヒロキンさんですね。2月下旬から、不登校になって2ヶ月になる息子がいます。中学受験後挫折したのか、中学1年生から不登校気味です。特に定期テストが受けれません。中高一貫の高校進学が決まって入学式にすら出席しないままも高校を辞める人と接するのがしんどい。勉強ももう嫌だと言います。昨年の初夏に同様のことがあり、10月に学校に戻ったばかりなのにまた不登校です。家ではゲームばかりです。ゲームを取り上げると包丁を持って部屋に立てこもります。ゲームさえさせておけば、機嫌よく優しく可愛い息子です。月に一度幼な馴染と映画などに出かけます。今後どのように社会復帰をさせればいいでしょうか。ちなみに私は心の勉強をし、以前と比べて楽しい毎日を送っています。弟も復縁に向けて格闘中ですと。まずね、ゲームっていうのは彼にとって自分の思い通りにゲームってなりますよね。でも逆に言うとですね、自分の思い通りに全くならない世界の今彼は住人なんだなということが一つで、また中学校受験をされたんですよね。で、これ結構多いんですけれども、中学校受験される時っていうのは小学校でも優等生の子が多いんですけど、また学校に入ったら自分よりもすごいできる人ばかりでですね、まあ人生で初めてコンプレックスとか劣等感を感じているような状況。それってやっぱ男の子っていうのはどうしても競争をしますから、なんか競争にも負けてしまっているような状況なんですよね。でですね、まあこの不登校っていうのは申し訳ないけど、もうしばらくは続くかなと考えます。でね、ここであなたが書いてるのは社会復帰をどうさせればいいでしょうって、本当ここがゴールなんですよね。学校というのは勉強だけじゃなくて、一番大事なのは社会の身に縮図で、この子が学校だけじゃなくて社会でどう生きていくか。まあさっきうちにね、来たお嬢さんの話をしましたけど、別にうちに来いって言うつもりはなくてですね、男の子なんですから、どっかのね、応援団とかですね、なんかのファンクラブでオタクで、ゴー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 、レッツゴー、純ちゃんゴーでもいいし、なんかのサークルでもいいので、なんか、例えばゲームするんであれば、ゲームのオフ会なんかでも全然構わないと思うんですよね。そういうところで、彼が得意なジャンルって、例えばゲームなんかだったらあると思うんで、そういうところのなんか場所で社会経験とか、まあグループの中にいるような経験なさっても意外といけるかもしれません。はい。続きまして。スズランさん。こんにちは。私は人に怒られることはとても怖いです。強く叱られることはもちろん、軽く注意されるだけでもすごく萎縮して、その後の作業が手につかなくなります。しかも必ず涙が出てしまって変な空気になります。次から気をつけようかと前向きな気持ちになれず、恥ずかしいし変な空気にしてしまって申し訳ないという気持ちしか湧いてきません。その後はその相手への苦手意識が消えません。そうして以後しばらく気が塞いでしまいます。どうしたらじめじめ引きずらない注意の受け方ができるでしょうか。まずね、あなたにとって注意されるときに、
私に怒るなーってなんか怒ってるみたいですよ、ものすごく。まず私怒ってるなーって。引きこもりの怒り、怒りには3形態あるって、いつもお伝えしてますけど、バーってわかりやすい怒り。クイズこの1、私が今泣いて傷ついているのは誰のせいでしょうか。1番あんた、2番お主、3番貴様、4番ユーっていうような、こう引きこもりですね。おめえのせいだぞ。で、3番目は受動攻撃性っていうのがあるんですけど、あなたはもうこの典型的な引きこもりの怒りだから、多分私に怒るな、こんな傷つく、私を傷つけるな、もうって、まず私が怒ってるっていう意識を持ってくださいね。で、その時にですね、すごくあなたは自分を罰してるわけです。だからこの変な空気にしてしまって申し訳ないというのは、もっと言うならば、あなたがいい加減にしろよって誰かに怒って、いや、あ、申し訳ありません、ちょっと感情的になって大きい声を出してしまいましたというのと同じようなぐらいのなんか感じを感じているんだなと。だからあなたにとってはですね、この怒りっていうものと引きこもりがセットになっているわけですから、なんかこう、ああ私怒ってたのかっていう、ここに気づきを持たれることが大事ですかね。そうすると私が怒ってることにも否定的だし、相手が怒ることに関しても怒ってる、まあこういうことになります。こんにちは。今日は心理学もっと勉強したい人のための宣伝だよ。一番手軽で簡単な方法は、毎週水曜日21時からニコ生ライブやってます。 YouTube でも見られるんだけど、21時20分までは無料で見れます。有料会員の皆さんになると、質問コーナー、毎週毎週平と質疑応答ができるのプラス、平のレクチャー映像が52本、音声だけの聞くまるっていうのが66本も聞き放題、ニコ生の過去の映像はなんと今80本も見放題、これ毎月550円で見れるって、もう頭おかしくないですか。ここの社長、簡単に550円で勉強し放題だよ。詳しくはコメント欄見てね。こんにちは。今日は皆さんにお知らせがあります。私はなんでこうなんだろう、彼はなんでああなんだろう、そんなことを知りたい皆さんに、私どものオンライン講座というものがございます。いつもここで見ていただいています恋愛心理学講座の他に、心理学入門講座、さらにカウンセリング講座なんていうのもあります。カウンセリング講座というのは、カウンセラーになる人だけではありません。カウンセリングっていうのは、彼はなんでああなんだろう、こんな時に彼になんて言ってあげたらいいんだろう、まあいわばパートナーシップ、つまりあなたは彼の専属カウンセラーと言ってもいいかもしれませんよね。1ヶ月オンライン講座フリーパス2万3100円で10講座も受けれます。3ヶ月のオンラインフリーパス63,800円、人によっては1年間のオンラインフリーパスを勉強しちゃうなんていう人もいますね。これは179,300円、もう一講座に割ると1000円ちょっとでお勉強できてしまいます。もしこういうことに興味がある、またカウンセラーになりたいなんて思ってらっしゃる皆さんは、概要欄の方をチェックしてくださいね。もしよろしければ、無料説明会というものをズームでやってますので、一度来ていただけませんか。そうするとですね、皆さんに入会金無料、そして一つの講座、お試し講座って言うんですけれども、ズームの講座を一つプレゼントいたしますから、それでどんなものかちょっと見に来ていただくこともできます。人にとっては本格的にカウンセラーになりたいっていう人、まあ私どもではとてもたくさんいらっしゃいますけれども、一度無料説明会にお越しください。よろしく。